ておりまして、視聴者の皆さんにあの宮園かおりちゃんに言ってほしいセリフをいいねー、ツイッターで送ってもらうみたいな、あら、贅沢だわ、贅沢よ、緊張しますねこれ。そうなんですよ、で、はい、本当にいくつかある、あすごい、相当いっぱいいただいてるうちに、はい、いくつかこれを読んでもらうってことでいいんですよね、うん、お、はい、女性の方って書いてありますよ、ふーちゃんさんっていう方が、はい、この太字になってる分がこう、了解です、これも原作にもアニメにも出てくる、これは本編であったセリフですね、ちょっと、はい、いきたいと思います、はい、君は君だよ、君らしくなんて曖昧なものじゃない、何やったって変わったって関係ない、君はどうせ君だよ、すごい、すごい、ドラマさんがいることに、これ緊張しますね、生でちょっと緊張しますね、すごいよ、いやすごい、やっぱ世界空気変わるね、アニメの中に入ったかと思った大丈夫、大丈夫、正気保ってる、一瞬入最後でもう一個やっていただいても大丈夫、大丈夫ですか、じゃあもう一個言っていただきましょう、はい、これはですね、個人的にはこれも原作にないセリフなんですけど、しかもあんまり決め層に関係のないことなんですけど、なんかちょっとシンクロしていたので読ませていただきます、なんだこちらですね、じゅんごさんからいただきまして、個人的にセブンプスさんの曲の中で一番好きな歌詞なので読ませていただきますということで、いきますよ、はい、君は元気でいますか、泣いたりしてませんか、私は今君の笑顔を思い出して涙がこぼれたよ、はい、そこの広い空の下地だ、はい、これは違う歌の歌詞なんですけど、なんかちょっとすごく切ないですけど、この本編の後のかおりちゃんがみんなのことを見守って元気でいますかって言ってるみたいな感じがして、ちょっと私もこの歌詞すごくグッときたので読まさせていただきました、危ねえ、涙腺おかしくなかった危ない、泣きそう、これすごいね、やばい、これでもこう今わーってなってますけど、はい、それで超嬉しい、もう今ので声優さんすごいっていうのがわかるじゃない、めっちゃすごいですか、はい、なので今日は実はセブンプスの皆さんにも、はい、なんかこう言ってほしい言葉があるならばこの場で言ってもらえるぞというのがあるんですけど、お、あすごい恐れ多い感じになってる、恐れ多い感じになってる、なんか言いたいことがある人、あなんかすごい恐れ多い感じになってちゃって、せーので、せーの、じゃあ手挙げたい人手挙げますか、はい、お願いします、せーの、はい、あ5人いる、1人2本分かってる人2本分かってる人じゃあこれ種田さんに選んでもらう、おそうですね、そうですね、中身は何を言ってほしいのかまだ分からない状態で怖い怖い怖いいや結構そうですね、いきたいですけど、やっぱ男性陣のその意外なものが出そうなので、じゃあ何緊張してるの、じゃあケイタ緊張してるよ、じゃあケイタさんで超個人的なやつ、はい、いいですか、おなんだ、ケイタの頭の上に星は輝くようでお願いします、どういうことちょっと待ってください、それしかも渡りのセリフ、あ渡りでしたっけ、あでも星は夜輝くよみたいなセリフ、香里ちゃんも言ってます、言ってあ、それそれだそれ、はい、それそれそれだ、ケイタをつけてほしいよね、ケイタの頭の上に星は夜輝くよ、うん、はい、ちょっとそうですね、わかりました、ちょっとこれ言えるかな、一番クールに見えてた方が割と自分で言ってほしかったじゃあそれでは、はい、タイさん覚えました、ケイタの頭の上に、はい、いきます、じゃあそれケイタ君完全に目閉じてますはい、ではお願いします、はい、ケイタの頭の上に星は夜輝くよ、おー輝く輝いてます、輝いて、いいなー、うわーいやちょっと見やすくなったわめっちゃ見やすくなったわかりやすい、ちなみにこれ渡りだとドヤ顔で言いますので、あのドヤ顔つきで言いますのでなんでめっちゃめちゃ喋ってないくらいが乾いてんじゃん、いやライブの前とか聞きたいよね、聞きたいな、緊張してるとこ、あいいね、あ
でも今日この後実はありますもんね、ライブね。そうですね、そうなんですよ。よかったね、ケイタ、ケイタの頭の上に星が輝くよ。あー、上書きされたぞ。最悪だわ。あ